ジョゼフ・フォーショーはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1908年に開催されたロンドンオリンピックのマラソン競技で銅メダルを獲得した。フォーショーは1906年のアテネオリンピックから1912年ストックホルムオリンピックまで3回連続で オリンピックマラソン競技に出場した初めてのアメリカ人選手である。そのうち1908年のロンドンマラソンでは4番目にゴールしたが1位で競技場に戻ってきたイタリア代表のドランド・ピエトリが失格となったため2番目にゴールしたアメリカ合衆国代表のジョニー・ヘイズ3番目の南アフリカ共和国代表のチャールズ・ヘフェロンに続いて銅メダルを獲得することになった。 彼は陸上競技以外にも自転車競技やスピードスケートなど様々なスポーツに積極的に取り組んだ。自転車競技などは50歳の時に現役を退いたがその後にフィギュアスケートを始めて生涯にわたって続けている。その他にも1907年から1936年までセントルイスのアマチュアホッケーリーグで選手として活躍していた。しかも彼は 家業の暖房設備業の会社を1925年に継承して社長に就任している。法省は1964年に生まれ故郷のセントルイスで死去し、ベルフォンテーヌ墓地に埋葬された。この大会は現在のオリンピック市では非公式扱いとされている。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズメンズマラソン2011年8月5日閲覧。 この会社は、法省の父が創立したもので、当初の社名は、ザ・フォーチャ・カンパニーと言ったが、彼の銅メダル獲得を記念して、フォーチャ・オブ・ストリート・ルイスと改名されている。社名変更の由来は、彼がロンドンオリンピックで、フォーチャ・オブ・ストリート・ルイスと紹介されたことにちなんだものだった。ありがとうございます。